ネスミスです。はい、まあまあ、嘘よ、ネスミスじゃないんですけれども、今日はエグゼルザセカンドのサマーラバー踊りましょう。サマーラバーをエグゼルザセカンドはね、あのイエイ以来です。大体1年ぶりなんですけれども、今回ね、超簡単っす。簡単でしかも楽しいときたものだから、みんなこれ踊って今年の夏はパリピになるしかないって、うん、はい、ということでサマーラバーの振り付け動画を始めていきましょう。どうもマスオ TV です。さあ、それでは例によってまずは歌詞を出してサビの部分からゆっくり踊っていきたいと思います。ちょっと今のテンションじゃ踊りきれないんで、パリピスイッチオンにします。パリピスイッチオン、オン。いきましょう。5 6 7 8 1 2 3 4、頭頂ガールコネクションを左右に3回ジョンジョンジョンです。で、腕は鉄腕のところなんでだろうありますよね。このなんでだろうを前にやってください。前になんでだろうです。上じゃなくて前になんでだろう。で、すげえ細かく言うんだったら、最初は右が上、次は左が上、次はまた右が上っていう感じだったと思います。それに合わせて1 2 3 4という感じになります。3回ニョンニョン、なんでだろう。3回したら最後のやつが終わったら、出してる足を引いてポーズ、構えを取ります。左手はなんかこのジャケットのここの部分使うの、ここの部分って言ったらファッション系専門学校の人に怒られるかもしれない。ここの部分使うので右手は前に、まあ、エネルギーの持ちみたいなイメージですね。こういう構えを取ってください。で、次はうんとかうんとかってやっていくんですけれども、腕を、前に回す。こっちじゃなくて前にグル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 っていう感じです。4グルです。4グル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 、これに合わせてこの右膝をですね上げます。で、ダウンを取る。ドゥン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 っていう感じ。あんまりけど上半身をこうやんなくてもいいかなっていう、まあ、下半身だけ弾んでれば、まあ、とりあえずセカンドって感じですね。はい、この状態でグル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 、前にプッて振ると同時に、この拳にこう膝をぶち当てにいくイメージ。フッて感じ、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 フッて感じ。で、中途半端なところで終わります。ここで終わったら次はニョン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 みたいな動きになるんですけれども、中途半端な状態から右足を前に出します。これでちょっとお尻をこうケツだけ前に行ってる感じ、ケツだけ前に行くんだけど下半身がちょっと後ろに乗ってくる感じで、この状態から左手を前にフッと振ります。ヘイちょ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 みたいな、キャッチのお兄さんお姉さん、お姉さん、お姉さんみたいな感じで振る。次、左足を踏みながら今度右手を、振る。今度ちょっとこう後ろにこうちょっと最初のキャッチが激しすぎたんで少しちょっと下がり気味に振るみたいな。例えば人によってはもう全部前にこうやってる人もいましたね。どっちでもいいかもしれないね、キャッチの原理は。振る振る。で、最後また右足ついてパッと手を離すんですが、今度両手で
構こうかこう肩します。で最終的にはこの足を揃えてここ掴む、ここ掴む。ちょっと今ねどう忘れしたのこの部分のこと、やべえよ。はい、ぐるぐるが終わったらニョンニョンニョン掴むんです。そしてここが一番あのこのダンスのね難しいところなんですけど、脱ぎながら半身下がる感じ。180度ぐるっと回転します。右足が軸で、だから今出してきた足をスッと下げる感じ、スッと下げる。これに合わせてこのしゃがんだ状態から抜きながらこんな感じですね。でこのちょっとはだける、ここが一番お客さんが叫ぶところですよね。エッチなんでこのダンス必然的に羽織るものがね必要になるんですね。ニョン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 で掴む、そしてこの状態から脱ぎながら半身下がって、最終的にはちょっとジャンプします。ちょっとジャンプして移動、そんでその時ちゃっかりこのはだけたやつをゴーです。脱ぎますよね、着ます。吉本新喜劇のあの人みたいですね。ちょっと今日ドアするよ。脱んだ状態から脱いでセクシーポーズ取ったらジャンプして、いやまた着るんかいっていう感じ。はい、でもうここで来たらもうジャケットいらないです。熱いんで脱ぎます。はい、本棚政治が脱いだ状態からしますね。来たら次はうんたかうんたかっていう動きをするんですけれども、腰をこっちにこっち側にキュッ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 と腰を切る、腰立てをひねるという感じだ。女の子ですね、女の子にやってください。で上半身は両手をまず軽くグー握った状態で振る、次下に振る、次パーにして振る、次下に振るという感じ。あらやだ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 、グーグーパーパーに合わせて下半身をグーグーパーパー、ちょっとですねこの最初は上、次下、あのパーじゃなかったね、上下今度上下みたいな感じですね。グーグーパーパーって感じ。だから体がこうどっか行かない、体がどっか行ったらこれもうほらネスミスじゃなくなるじゃないですか、メンディーになっちゃう。グーグーパーパーが終わったら次はですね、これ人によってちょっと違うんですけれども、まあ総合するとトン、トン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 、こんな動きになるんですが、歌詞で言うと誰にも止められないっていうね、キーがすげえ今低かったんだけれども、ニョンニョンが終わったら誰にも止められないとなります。最初に右に行くとフェイントを仕掛けて、やっぱり左にチョン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 行きます。で右足は別に前でも後ろでもどっちでもいい、最初的にちょっとチョンって置けば OK。 誰にも止められないです。ないで下がりながら手をギュンギュン下がりながら、で手はまあ基本この出す足とは逆の手を出す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 で下がる、止められない、熱いリズムですかね。熱いリズムはもうなんか思うのこう回転したりなんか体をこういろんな回転ですね、いろんな回転をして結局正面を向いてまた、スタンバイします。で最後、このダンスの花形ともいえる I'm so into you のところなんですが、これ何回も出てくるのでもうここでマスターしましょう。I'm so into you、 いやマジでマジでマジでこんなんだな。まずまたですね、体重をこっちに、東京ガールズコレクションスタイル、体重を乗っけます。これに合わせて腕をまず両手胸です。まあ自分の胸をアピールする感じですね。はい、次そう逆です。今度逆に体重かけてそう、よっしゃよっしゃ、もうこれ以上説明できるよっしゃです。アイムちょっとやりすぎたごめん、アイムソウで最後インTo you っていう感じ。こっちに体重がかかってるんで、これを右、左、右で、またこっち側に乗ってみてあげる。けど、最終的な足の形はこんな感じです。で、最後は指を指しておく。Into you ですから、あなたの中、I'm so! 人によっては、I'm so! この後、こう手をかき分けて、右手を指す人もいるし、
もうジョジョみたいにこうやってる人もいるし、もう軽くこうやってる人もいるしっていう、そこはまあフリーダムザセカンドでいいんじゃないですか。これとりあえず僕はもうね、I am so into you、 こんな感じでやってます。で、九条丈太郎が終わったら皆さんお待ちかねのサマラバ、サマラバと始まるんですけれども、特にここは別になんか このスキルが必要みたいなのは多分ないと思うんですが、とりあえずこの状態から右、こっちからですか、こっちに一歩踏み出し、こういう動きが始まります。下半身になってやったら、で、これに合わせて足を出す方とは逆で手を縦に、トン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 って感じで、両足がですね揃ってる間にこう前を通過させるって感じ。だから手だけやるとフルフルポン、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 こんな感じです。だから縦縦っていうと前は通過点に過ぎない、基本的にも横で振る、横で振る、それをこのステップに合わせて、トゥル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 、でこの手の振りがこっちが先とかこっちが先とか、その何回やるとかそこまでちょっと僕は細かく見てないんですけど、基本的に多分ねワンエンツーだからテン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 です、テン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 、だから2回切る、2回切ってますよ、超細かく言うんだったら2回切って、2回切って前を通して、次今度こっちみたいな、トゥンサマラバサマラバイエイサマラバサマラバっていう感じ。多分ここはそんなあの小難しいって言ったら逆に分かんなくなっちゃうと思うんで、とにかくこっちスタート、右に踏み出す方からスタート、ワンツースリーフォー5、6、7、8で1、2、3、4、1、8半やったら、残り4カウントで2、8終わるんですが、残りの4カウントで右、左、右っていう動きをします。まああんまりこうボディウェーブってほどじゃないですけど、ただ単純に右に体重乗せて、次左に乗せて、右に乗せて、で上に飛んでジャンプ、顔を殺す、こういう感じですね。こういうなんか S の字を描くみたいな感じで手をこう出して、最後ジャンプで、左足が今度浮いた状態になるので、今度は左足からスタートで、こっちに切るって感じ。最初とは逆の向きからスタートで、これはですね、ワンエイトかな、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイトで終わります。で最後はあのお手上げなことってなるんですけれども、これなんか番組によって違ったんですよね。お手上げなほまではこうお手上げなことって感じなんだけど、どだけみんな決まった動きがあって、それ以外はなんかどうなんやろ、自由でいいのかなっていう感じなんですけど、僕がやってるのはポーズでお手上げやで、最後に右手で叩きつける、でこう右足を出して叩きつけるポーズして引いてくるっていう感じ。だからまあ例で言うんだったら、お手当てなほっとで最後 I'm so into you で終わり、調和性。なんでまあお手上げな方まではなんか各自自由でもいいのかもしれないですね。という感じで EXILE THE SECOND のシャバラバ以上でですね、メインパートの振り付け終わるんですけれども、まあ1個だけこう、ここがやばいっていうのを言うんだったら、やっぱここなんですよ。ここなんだろうな、この手を大きく振りすぎてもいけないし、かといってちょっとこう小さすぎてもいけない、なんか手のひら1個分だけこう通過させたら一番なんかね綺麗に見えるとか、あとこの足のステップもただこうじゃなくて縦の起伏を見せるとかやった方がなんかね、ノリのいい感じに見えるとか、簡単なところほど工夫しがいがある踊りなんじゃないかなって思いましたね。いやなんか久しぶりにいい振り付けに出会いました、はい。まあ、今ジェネレーションズの空っていうのも覚えてるんですけど、そっちは逆にクソむずいっす、クソむずいっす、セカンド引退するレベルです。いやまあセカンド引退しても
ジェネレーションズとは全く関係ないんだよ。何を言ってるか分からなくなったところでこの動画終了したいと思います。 Twitter 等に、音源付き動画が多分上がってるはず、多分、きっと上がってるはずよ。上がってなかったらもうごめんよごめんや。という感じで今回 EXILE THE SECOND サマーラバーでした。また次はウィンターソングでお会いしましょう。またあのサマーソングだから来年かもしれないですよね。以上、ラジザイルとセカンドでした。